M5 でございます。見た目はド派手な旬ではないんですが、実は中身はこだわりまくってるという究極の一台です。エンジンをかけてみます。吹き上がりがもう全く別物ですね。こう見て分かりますが、ボンネットがもう開き方が違います。こちらをですね、こちら移行してピン止めでやってます。カーボンボンネットでございます。 M パワーエンジンもオイル漏れもほとんど見当たらないぐらいのきっちりしたメンチで、もちろんヘッドの方も開けて一度整備してあるということでございます。最高速度240キロも記録できるという強烈な1台でございますから、こんな感じでカーボンボンネットも綺麗です。改造内容は後日報告ということで、外装をちょっと見ていきます。とてもいい状態です。定番オフマフラーですね。今サイレンサーつけてあります。外すと爆音ですが、外さなくてもなかなかいい音しちゃってます。メビウスのキャリペ、キャリパーとローターの方もいろいろ入っております。また後日アップでございます。